はい、どうも、たらきちです。今から、今甲子園球場着いたんですけども、今日はガンケル先生勝ってもらいましょう。はい、今日勝てばね、勝率5割復帰ってことでね、なんとかね、今日は勝ってもらって、後半戦にいい弾みをつけましょう。それでは行ってきます。ということでいただきます。絶対美味しいな。まずはこれ、焼き鳥って感じかな。テルのようにホームランが打ちそうな気がしてきた。それぐらいね、ジューシーというかパワーアップできそうな肉汁というか、美味しいですね。マヨラーなんで個人的には大好きですね。はい、ぜひぜひ皆さん照り焼き丼も食べてみてください。ました。うまそう、うまそう。あんだけ負けてたけどな、よう頑張ってくれてるわ、ほんま。ありがとう。ドローン。ただいまね、DeNA3 連戦が終わりました。3試合目、阪神、大山選手の犠牲フライ1点をね、なんとか最強のピッチャー陣が抑えてくれました。ガンケル投手が6回無失点で、浜地投手、浜地選手に関してはね、山下選手にめちゃくちゃ粘られてんけど、3者連続三振、気合というか根性というかね、ナイスピッチングでした。イエーイ。そして、8回は平田投手、そして9回投手は矢崎投手が抑えてくれて、なんと開幕9連敗もし、借金最大16あった阪神が借金がなくなりました。よっしゃー、強い、マジ強い。ということでね、前半戦いい形でね、締めくくれたんで、この勢い後半戦にね、まあ、ヤクルト戦から始まんねんけど、首位ヤクルト叩いてしっかりね、奇跡を起こそう。これで阪神2位浮上かな。広島負けたんでね、今シーズン初の2位同率って形やねんけどね、はい、嬉しいです。もう最高の気分。
もう最高の気分。ただまあよく言えばね、タイムリーやったりとか、うん、打撃陣ね頑張ってほしいなと思う。前半戦本当にピッチャー陣に支えられてきてたんで、ピッチャー陣も疲れてくる頃やと思うし、なんとかね、この勢いそのままにということで、後半戦もね頑張ってほしいなと思います。前半戦の借金を前半戦のうちに返せたってことはね、やっぱり非常にでかかったんじゃないかなと思います。はい、ではそれでは終わりたいと思います。後半戦もよろしくお願いします。ぜひ皆さんチャンネル登録そして高評価していただけたら嬉しいです。本日もありがとうございました。トロホートロホーヤクルト戦も勝つばーい勝つばーい